1。おお、最下位と単価バトル負けたら2マス戻るということでラトナプティと単価バトルです。単価プティ、プティ単価が何か知らないでしょ。単価は5757でしたっけ。ですね、5757まである。行かない方か。長っ。まあじゃあもうサクッといっちゃうか。ちょっと待ってくださいね。なんでも、これ何でもテーマフリーなのこれ。テーマはフリーだよもう。フリー。フリーな感じの。じゃあまあ。あと勝敗の基準は何なの？僕が決める。僕が決める。あ、じゃあ今回は新年で単価。これはアンサーするってこと。うちアンサーになっちゃってる。じゃあメロコがやったのをラトマがアンサーするということで、はい、ハードル高くなってる。新年に起こったことでもいいですか。あ、もう何でも新年ならいいですね。生きるだけですごい。もうじゃあノリでかまします。はい、2時3時あ失礼しました、2時3時初のコラボで第3次お2時3時 EN 明日は我が溝。おお、すごい綺麗に決められた。うまいな。これアンサーきついぞこれ。かんまっしぇー、綺麗アンサーやばいぞ。いったりください。うますぎる。あとの GP 見したりください。明日は我が溝ってどういう意味かわかんない。明日はお前らだぞみたいな感じかな。はい、何も思いついてないですけど、2時3時お前もあるんか。2時3時なめなめ成人大晦日。足りてないですよ。明日は我が溝。あーいいね、我が溝と神の溝。いいね。なめなめ星人。なめなめ星人が知らないだけか。誰だ、なめ星誰。なめ星は大晦日に現れたなめなめ星人。そうだったの。いやちょっとなめなめ星人が強かったかもしれない。いやお前あーで負けようとしてて。どうでした、どうですか皆さん的には。いやお前が勝ちだよ。メロコさんあまりにうまかった。綺麗。回ってもまだメロコさんの勝ちやもん。何がどう転んでも。ちょっとわかる。もしかしたら知らないでなめなめ星人は季語になってる可能性はあるんだけど、まあほぼないからね。